はい、改めまして完成レゴクリエイターエキスパート絶叫ローラーコースターです。いやーもう本当にすごい。さすが4124ピースは伊達じゃない。先ほども言った通り、こちらのローラーコースターは全部で13時間かかりました。ちなみに撮影自体は10時間で終わりました。これは本当に達成感が半端ないです。これは僕が今まで組み立てたレゴの中で一番でかいです。はい、では近くで見ましょう。まずこのローラーコースターの看板の完成度めちゃめちゃ高いです。ここにコースターって書いてあって、 S がコースターのレールを表してます。そしてこちらが乗り場です。そしてこちらが入り口です。表側はチケットで、裏側にはフォトって書いてます。自分が乗っている写真をこうやって販売するのユニバでよくありますよね。そしてここが待合通路になってます。完全にユニバを彷彿とさせますね。で、待合通路の中にジューススタンドがあります。ユニバやディズニーランドってこういうのないですよね。まあせいぜいあるとなったら冷水機ぐらいですよね。そして操縦席を後ろから見るとこのようになってます。こういうところもすごい細かいです。そして僕がこのローラーコースターで結構感動したところは、これ見えづらいと思うんですけど、階段に手すりがついてます。はい、そしてこれがローラーコースターのリフトになってます。このリフト本当によくできてるな。ちなみにこのリフトに使われてる黒いパーツなんですけど、他のパーツと違ってちょっとザラついてます。そして僕が組み立てて一番謎だったのがこの帽子です。この帽子はローラーコースターに乗ってる時に落ちちゃったものですね。で、このレールを登り切ると、はい、こちら立っちゃダメだよっていう看板があります。で、そしてここにカメラが付属します。ユニバのジュラシックパークで最後急降下してくる写真ありますよね。まさにあれです。いや、すごいなあ。思えば僕がかなり前に作ったレゴクリエイターローラーコースターもありましたね。そしてレールの下はこのように休憩スペースとなってます。休憩スペースの植栽が本当によくできてます。ここに看板があります。あ、そういえば同じレゴクリエイターエキスパートでメリーゴーランドや観覧車ありましたよね。あれ売ってたらこれ並べたい売ってたら並べたいんですけど、両方多分もう絶版になってるでしょう反対側には池があります。はい、今回付属するミニフィグは全部で11体あります。さすが大型セットなだけあって付属するミニフィグも多いです。僕がかなり前に買ったエゴシティの人々というミニフィグだらけのセットがあったんですけど、あれ確か14、5体入ってました。はい、まずこちらの2人がこのローラーコースターの従業員です。後ろから見るとこのようになってます。後ろにレゴのプリントパーツがあります。僕はこういうミニフィグが好きです。はい、こちらがフォトスタンド兼チケット売り場です。こちらはローラーコースターの柱になってるんですけど、今回説明のため一回取り外してます。なんか見る感じ海外のお祭りでこういうのよくありますよね。なんかディズニーランドでこういうチケット売り場あったような気がするな。見えづらいんですけど中はこのようになってます。この中の椅子はこのように回転します。で、フォトショップの写真はこのようになってます。これすごいのが、写真に写っているミニフィグが今回のローラーコースターに付属するミニフィグです。いや、これ本当によく作られてますね。で、さらに言うと1枚の写真になんと鳩が乱入してます。まさに綿飴に止まっている鳩です。なのでこうやってチケットを販売して椅子を回転させてフォトショップにすることもできます。これはよく考えられてますね。はい、続いてはこちらです。こちらのミニフィグは綿飴屋の店員さんです。後ろから見るとこのようになってます。はい、そしてこちらが綿飴機です。この綿飴機ほんとよくできてますよね。ただこういった綿飴機って日本で全く見かけませんよね。海外のテーマパークとかにありそうです。中はこのようになっていて、今綿飴を作ってるところですね。上の蓋は開けることができます。はい、そしてこちらは綿飴屋のお客さんです。おじいちゃんとお孫さんですね。後ろ姿はこのようになってます。はい、そしてこちらがジューススタンドの店員さんです。後ろ側はこのようになってます。このジューススタンドのパステルカラーがとても綺麗です。見る感じ、売っているジュースはミックスジュースとなってます。はい、そして最後のこちらの5体のミニフィグはお客さんです。後ろから見るとこんな感じです。はい、今回付属する11体のミニフィグのうち8体はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。表情パーツがあることによって、このように箱に写っている綿飴の上に鳩が止まっているのを再現することができます。
はい、それではこちらのローラーコースターを動かしてみます。これが本当に楽しみにしてました。まずどうやって動かすのかというと、まずこのレバーを引っ張ってここのギアを回転します。すると中のタイヤが連動してコースターが動きます。そしてここの乗り場にコースターがついたら、ここのギアを矢印に沿って回転します。すると連動してリフトが上がります。これはすごいですよね。さらに言うと、この3つのタイヤ全部が連動して回転します。こちらはここに矢印がありますので、矢印の方向に引っ張るとこのように2台目をコースターの中に入れることができます。戻すときは奥までグッと押します。では動かします。でここから手動で奥まで動かします。そしてこれを矢印に沿って回転させます。では動かします。はい、でここからまた手動で動かします。はい、こんな感じです。いや、僕これてっきり全自動で全部動くかと思ったんですけど、まさかの7割手動とは思いませんでした。まあよく考えたら、ここから落下してスタート地点まで戻るのに、上がったり下がったり曲がったりなんで、スタート地点まで戻るの難しいですね。はい、それではこちらのローラーコースターを全自動化させます。説明書の裏にレゴテクニックのパワーファンクションのモーターかレゴブーストがあれば、このローラーコースターを全自動化させることができます。今回僕の家にはレゴブーストがありますので、今回はレゴブーストでこちらのローラーコースターを全自動化させます。はい、レゴブーストを取り付けました。僕これすごい感動したのが、ここに謎の突起パーツとかがあったんですけど、これはレゴブーストやパワーファンクションのモーターを設置するためのスペースとなっていて、でさらにここについてあるパーツなんですけど、これ何に使うんだろうって思ってたんですけど、なんとカラーコードを設置するための台座になっていて、ここにセットすればこんな感じでセンサーになります。これは本当にすごいと思いました。はい、ではレゴブーストと接続できましたので連動させます。これ周りの音とかがこの中に内蔵されてるのすごくないですか。なんか余計に遊園地感が出て本当に素晴らしいです。では行きます。おお、すごい。うおー、すごい。ちょっとタイミングがずれちゃったんですけど、急降下して絶叫してるところがすごい。これレゴテクニックのパワーファンクションでも動かせるんですけど、これはねレゴブーストが一番いいです。レゴブーストの方が本物のジェットコースターや遊園地の雰囲気を出してくれるので、これは本当に素晴らしいです。これさっきのレゴブーストはミニフィグがあった方がめちゃめちゃ雰囲気が出ます。でさらに言うと乗っていないのにもう酔っちゃってるでは動かします。あれ止まっちゃった。テイク2。あー、またずれちゃった。テイク3。
多分次で成功します。テイク4か5。うおー、やっぱすごい。このローラーコースターもすごいんですけど、それ以上にすごいのがやっぱレゴブーストですね。先ほども言った通り遊園地や人の声も入っているので、このローラーコースターにはレゴブーストがめちゃくちゃ合います。レゴブーストとローラーコースター一緒に買うってなると8万円はしちゃいますね。これは本当に素晴らしいです。もうそろそろ終わりにして。やっと成功した。はい、レゴクリエイターエキスパート絶叫ローラーコースターはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターエキスパート絶叫ローラーコースターを組み立ててレビューしていました。今回の絶叫ローラーコースターは本当に素晴らしかったです。僕が今まで買ったレゴの中で一番ピース数が多いのと、さらにこのデカさ本当に素晴らしいです。ちなみに僕はこのローラーコースターは高校2年生の時にマリンピア神戸の三井アウトレットモールのレゴストアで初めて見た時はめちゃくちゃ欲しかったです。ただ僕はその時マインクラフトにハマってたので、このローラーコースターは大学生になったら絶対買うと決めたんですけど、大学4年にこれを買って組み立てることができてとても嬉しかったです。このローラーコースター組み立ててめちゃくちゃ大変だったんですけど、組み立てた後の達成感は本当に感動的です。で、あとレゴブーストがあれば本物の遊園地やジェットコースターの雰囲気を出せれますので、レゴブーストを持ってる方はぜひやってみてください。これは本当におすすめできます。今回のレゴクリエイターエキスパートローラーコースターは本当に素晴らしかったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。